Take, ¿qué sensaciones en este primer partido y en este empate que habéis conseguido hoy? 内容が良かっただけに、結果が 1-1 で引き分けてしまったっていうのは非常に悔やまれますね。Take, ¿sensaciones mejores que el resultado? Al final el equipo ha dado una buena imagen. 結果に比べて内容がいいっていうのは確かですけど、結果につながらなかったら、リーグ戦ではあんまり意味がないので、残り、インターナショナルブレイクまで3試合ありますけど、そこはしっかり勝ち点3取れるように、今日からまたいい準備していきたいなと思います。¿Qué es lo que más te ha gustado hoy del equipo? 前線からのプレスがすごいはまってて、何回も何回もチャンス作れてたので、そういったところをこのチーム相手にできたら、他のチームだったらもっと簡単にボールを奪えるのかなと思いました。